今日はね、はい、人口の話をしたいと思うんですが、<ー>あの皆さん、そして関係さん、はい、福島県で一番多い人口の市町村はって聞かれたときに答えられますよね、皆さん、答えられます郡山と思いきや、そいわき。 いわきっていうのは多分多いと思うんですけども、はいうん、実はですねツイッターでこういうのをいただきましたこちらでございます郡山市の人口がいわき市の人口を上回ったんですねあそうなんですねこういうね書き込みがねここ一週間二週間で増えて、はい、なんだろうなと思って、うん、いろいろ調べてみたら、はい、郡山の皆さんいわきの皆さん事実だったんです<ー>えー、2020年、うん、今からですね3年前の4月は 岩だったでこれねいわきって福島県1位だけじゃなくて東北2位 2> <ー>東北1位は仙台なのでえつまり郡山は福島2位で東北3位だったところがです最新の現住人口では、はい、ほら 逆転。すごいさ。郡山が三十二万二千五百十五人、六人差ですよ。うんえー、今日、三つ子ちゃんが二組いわきで生まれてたら。<laughs> 確かに。すごい。<laughs> すごい。まあ、僅差ということなんですが、郡、はい、山といわきの人口変化で、これ気になりますよね。うん、一体、この逆転って、何が起きたのか、うん、ということなんですけども。 これちょっとこちら見ていただきたいと思います。これ、5年ごとに国勢調査が行われております。2011年東日本大震災が行うあのありました。そして、2016年にこの震災を受けた国勢調査が反映されたんですが、ご覧のようにいわきがどーんと伸びてますよね。これ、いわきの方に避難された方が結構多かった。郡山も避難された方多かったところがですね。 あのまあ、いわきも郡山も人口は少しずつやっぱり全国的な傾向と同様に減ってるんだけどうん、うん、その減り具合が、うん、郡山の方が少ないですよね、はい、いわきの方が減り具合が大きいですよね、うん、これなぜかということなんですけれども、うん、原因があるんです、うん、これいいことかもしれません原因、はいはい、郡山の人口が福島県1位になった原因実はいわきにあります。早々地域からの避難者が、うん 避難指示解除に伴っていわきから早々へ転出している影響、うん、つまりいわきで避難された方が早々の方にあの引っ越したので、えー、いわきの人口が減ったということなんですよねなので、まあ、復興している一つの、まあ、証しなのかなとも、えー、言えるかもしれませんさあそして人口の話続けたいと思うんですけども福島県の人口って答えられますああここ来たか <laughs> すいませんこれねリハ,リハーサルしてないんでいつもリハーサルなさる <laughs> いいいい大丈夫大丈夫 <laughs> 報道キャスターですから、はい、福島県の人口はこちらでございます、はいえー、福島県の人口はですね、はい、約、はい、180万人です、ね、ああ私192万人とか答えそうだったらよかったな180万人台なんですけども、はいえー、ピーク時が1998年の214万人、はいうん でこの数字を覚えてください。はい、でちょっと広い目で見てみると、うん、これなんですけれどもね。はい、2060年にはこれですよ。100万人だから。え だからピーク時の半分に減っちゃうっていうそういうことになってしまうわけなんですよねしかもこれは人口減率を見ると全国でワースト5位ということでやっぱりね東北地方のこの減り方がすごく多くなってしまっているということがございます昔いかに人口が多かったのかというのはこちらのちょっと VTR ご覧くださいこれ蓬莱小学校の運動会49年前です これだけ生徒さんがほら、たくさんいるわけなんですが、この時はまだですね。それほど、それでも。千九百八十二年、千七百五十人。あれですよ。学校そのものの。生徒数が。今いくらかというと、今は百八十人です。だから、いかにですね。あの人口減少資化が進んでいるかっていうのが、この辺りからよくわかるかと思います。で、皆さんに聞きました。人口減、どうしたらいいですかね。 人口減なぜ起きてますかね、うん、聞きました福島県内の方、埼玉から福島に来て思うのは娯楽が少ない、あまあ、娯楽っていうとね、いろんな人によって違うんですけど、自然が豊かだよっていう方にとっては、まあ、いいいとところだとは思います,す、ね、寒いので、電気代、ガス代が高い、でガソリンも高くて、すごくお金がかかる印象があります、東京もね、結構家賃とか高いから、比べ方にもよるんでしょうけれども、うん、そしてもう一つ、こちらです。 えー、浜中合図でそれぞれ状況は違う気がしますが働く場所が少ないあ<ー>だから皆さん県外に行って働いちゃう、うん、企業誘致で税収を増やして交通機関の整備移住の促進などするといいんじゃないでしょうかという、うんえー、そういういいごご意見がございました、はい、で改めてです、ね、人口学の専門家原先生にです、ね、なぜ全国的に人口が減っているのかこれはまあ一般的な答えだったんですが少子高齢化です。はい、その中でもここ重要、うん 自分のやりたいことが地域になければ人口は流出ししてまう<ー>だから仕事って重要ですよね、うん、福島の人口を減らさないポイントは誰でもいいから人に来てもらうのが大事誰でもいいからとはいえ福島に愛着を持ってくれる人がいい、うん、皆さんね福島県人口のある数値が福島県で一番になってる<ー>これねいい光いい光ですよ良い光。はい 関係人口って、関係人口、これ関係人口福島一位ってどうなのかというと、これですね。行き来する人とか、地域内にルーツがある人とか、うん、何らかの関わりがあった人とか。うんうん、これを関係人口って言うんですが、やっぱり福島震災でボランティアとか結構来た方が多かったんで。うん、関係人口が全国で一番だったということです。関係人口を増やすことで、地域に愛着を持ってもらうことが重要ですよという木村先生。一人の人がいろんなところに関係を持てる、何か所の。 複数の地域と関係することができるんで、んこの関係者人口っていうのがすごく重要です。はい、地域の人と地域外の人との橋渡しをする人をハブ人材といいますが、ハブ、はい、人材のお化けが福島にいます。<え>誰でしょうか？皆さんあカンニングさん、竹山さんなんです。<ー>竹山さんを見て、福島のことを好きになる関係人口が増えるといいですね。